ちこちで凍結で事故してますね。いや、さっきから 2,3 台ね、ちょっと事故してます。ちょっと気をつけていきたいと思います。東北道の佃てインター付近なんですけどね、事故で通行止めってなってるんで、佃てから古川やったかな、なんか通行止めなってるんで、インター自動的に降ろされる感じですね。ね、そこから下道で古川インターまで行かないといけませんね。これ止まってまったか、これダシカのやつやな。ねえ、仕方ない。まあちょっと頑張ってこの渋滞はまっときます。はーい、あれから40分50分経って今7時10分です、ね、やっとね、つくたてのつきたてか、すいません、つきたての出口なんですけどね、ここまで来るのに結構時間かかってますよね。今一般道も見たんですけど、一般道ももう大渋滞してますね。なんかさっきからあの道路コーダーの人がパイロンをこうやっとるっすけど、解除しんねえな多分。全然ダメです、ね、ただ単に時間だけが過ぎてきますよ。ダメだな、降りることもできんが、手前で降りりゃよかったかな。まあそんでもね、手前で降りたところで下見たら大渋滞なんで一緒なんですけどね。動いてない感じでしたもんね、下も。頼むで行ってくれ、ね、ちょっと料金所までまた飛ばします。はい、やっとで降りて、いやー、はい、降りて次古川まで行ってまた乗りたいと思います。はーい、今ね4号線走ってるんですけど、もうダメですね、430が来たんで。ちょいとここのコンビニで休みたいと思います。まあ、とりあえずご飯も食べようかな。もう全然ノロ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 ですよ。まあ、とりあえずちょっと休んでいきたいと思います。よいしょ。渋滞だけでもうだいぶ1時間以上費やしてますよ。おっと、ペペペペペペペ、いっていって跳ねる、跳ねくるぞこれ。ゴテゴテじゃないか。さてと、ね、疲れた。あーねー、まあちょっとペペットご飯、まあとりあえずね、今のところ430ですけど、まああと10分だけ休めばいいんで、まあとりあえず弁当買ってきてね、ご飯食べてすぐ行きましょう。ちょっと買ってきます。はーい、お弁当買ってきました。いやー疲れたよ。あー、とりあえずご飯食べますね。いや、買ってきただけで7分7分で、まあ、ちょっと何があるかわからなかったんでね、ちょっとこれは今は食べないですね。サンドイッチ買ってきたんですけど、ちょっと何かあるかわからないんで、これは明日の朝食べよう。ちょっとこんだけ渋滞するとちょっとね、食料確保しとかないとね。あれなんで、トントンかな。よし、をいただきたいと思います。ではいただきます。予期せぬ渋滞でしたよ。
熱っちょっとがっついたらね、熱かっただいぶ熱かった。もう買った1時間半ぐらい渋滞でハマってましたよ。1時間半、枝さん2時間ぐらいハマってましたね。辛いよ。しょ、おいしゅうございました。あー、まだまだあります。今週は疲れるなね。え、雪があったりするとダメですね。うん、お、12分経ったぞ。さて、ご飯も食べたし、行きますか。よっしゃ、気合い入れていくぞ。ねえ、大丈夫かな。よし、行きます。はい、出発です。頑張りましょう。古川インターまでどのぐらいだこれ。 4、5キロ、もっとあるかな、10キロぐらいある。まあとりあえずね、古川インターまで頑張っていきます。いただきました。今更美味しかったです。はーい。あれから2時間半かかってますよ。めちゃめちゃ大渋滞でした、信号を回るだけなのに。いやー、ね、古川インターね、あと1キロになったんですけど、いやー、ついさっき信号を右曲がるところまでもう大渋滞でしたね。全然動かないなと思って辛いですよ。でもまあ、やっとでこれでね、高速に乗れますよ。いやはや、もう災難ばっかですね今日はね。通行止めで降ろされ、下は下で大渋滞で、ありゃ、乗ってもまた白石から福島飯坂通行止めになってますよ。叶いませんよ、またねえ、と白石から降りて下行かんでかんすよ。辛いな。着くのはもう朝ですね。朝何時になるかちょっとわからないですねこりゃ。まあ、とりあえずね、お客さんの方にはちょっとこういうこな渋滞でちょっとハマってますってことで伝えてはあるんで。いやー、災難だ。とりあえず、はい、古川インター通行できます。勘弁してよ。いやー、まだまだね、全然走れてないんですよこれ。辛いわー。まあとりあえずちょっと頑張ってね、走っていきます。では頑張ります。